食べれたら食べませんね。いや、今焼いてるところだから。もう止まったよ。ああ、そうだ。チーン今だ今じゃねえかよ。おかしいな。あ、プチって言ったら先に切れた。なんか耳がとりあえずおかしいんだけど。まずい時あるけど、ね、結構多いよね。八百屋あの普通の大きなトマトやったらいいけど、うん、ミニトマトはちょっといつまでも置いてあるね。なんか普通のスーパーの方が美味しいイメージあるトマトが、うん、うまい。あ、うまい、うん、あ、よかったよかった。前食べた時よりはさ、結構お肉感ない。んとね、わかんない。あ、わかんない。
そんな感じね。ちょっと豆腐を少なくして、大豆ミートを多くした、まあ、一緒に食べてるっていうのもあると思うけど、ちょっとわかんないけど。きんぴらごぼうのさ、トマトそのソース。あ、そう、このソースが美味しいね。あ、ほんで。それは何なの？なんかレシピ。まあ、大豆ミート、肉の方はレシピあったんだけど、きんぴらごぼうはきんぴらごぼうのレシピで、ソースはアレンジしてた。うまいね。うまいね。よかったよかった。全然それ毎回買っても質問がないと思う。だって今のところ 500g 中 100g しか使ってないけど、あれだけど。膨らむってこと？え？膨らむってこと？うん、そうそう、膨らむの。大豆と何が入ってんの？大豆だけ。え、そうなの？うん、どう作られてるのかちょっと分かんない。すごいね、乾燥だよね。要は乾燥させてんだよね。でも結構食感さ、肉とそんなに大差ないんだよ。あとなんかキーマとかにもいけそうって思った。あ、そうそうそう、あの大豆ミートも色と種類あって、これはあのミンチタイプなんだけど、あ、他にもちゃんと種類ある。あ、そうなの。だってキーマの場合、普通の肉ちょっと使わないと旨味が出ない。まあね、まあカロリーとかもっとさっぱりしたものを食べたいっていう人だったら結構向いてると思う。夏ね。あ、夏はいいかもね、確かに。そぼろ、あ、そう、そぼろにいいわこれ。ああ、弁当に入れんのありかも。なんか弁当に向いてる系の食材。確かに。あれ普通にさ、あの油が多いやつの肉をさ弁当に入れると変に固まるじゃん。これあれ結構嫌なの。油がね、だからさ、生姜焼きとかをさ、弁当に入れるとさ、ちょっと白く固まってるじゃん。俺、あれちょっと嫌なんだよね。油が多いとそうなんだ。まあ仕方ないよな、豚肉もそれなりに油があるから。まあでもこれ、やっぱり煮込みでも何でもハンバーグとか、普通のやつに半分混ぜるのありで。そう。全然わかんなそうだよね。わかんない、本当に。わかんないと思う。生姜焼きとかさ。生姜焼きなんで生姜焼き？いやいや違う違う、さっき生姜焼きって言ったじゃん、油がって言ったからさ、あれ一回あのお湯とかで落としたら多分大丈夫だと思うんだけど。あ、なるほどなるほど。そうすると油落ちるじゃん。確かに。そっから味付けちょっと焼いてやると多分いいんじゃない。朝の時間だと思う。まあ朝は、まあ、めっちゃ早起きすればいけると思う。そうか、もう夜にお湯だけしゃぶしゃぶ状態にしといて、で朝味付けする。はい、今回は日曜日の朝ごはんの雰囲気をお届けしました。初めて作った大豆ミートマフィンも美味しくできたし、家族とこうやってのんびりと話す時間はとても好きな時間なので、個人的にも動画にしてよかったなって思っています。また面白そうな料理があったら作って、母と妹を喜んでもらえるように楽しみながら作っていこうと思います。では今回の動画いかがだったでしょうか。少しでもいいなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。